小島とは言いますが、私3つもおります。小島アットオールナイトニッポンドットコム。ファックスは 0570-02-1242 0570-02-1242 まで。 LINE のあなたは ID 検索 ANNGKKMM ANNGKKMM で、小島恵子の KK とミッツマングローブの MM で。なるほど。ツイッターもハッシュタグ ANNGKKMM でどうぞ。さあ引き続き今夜は徳光和夫さんとナイツのお二人をお迎えしてお送りしておりますけれども、お願いします。プロ野球雑学千本ノック、だいぶ詳しくなってだいぶ詳しくなった、ね、まあ、私全体回る人が何か言えるもん、ね、応用力が、ね、真ん中の人のところに落ちたボールでしょ。そうすごい、ほらそこまでドヤ顔よくできます。すごいわよね。すごいですね。さっきまで知らなかった。もう、ね、1個も出しになっちゃった。すごいな。さあじゃあ、コアラッコ大橋さんからいただいてます、うん、さっきお話に出ていたクロマティ選手ですけれども、うんうん、ロックバンドのドラマーとして CD デビューもしています。さらにプロレスラーデビューもしており、タイガージェットシーンと戦ったこともありますから、これは知らなかった。私人気がすごかったってことですよね、うんうん、だから ボブサップとかもね、うんうん、ボビーとかより有名ですよね、うんうん、言ったら。そうですよね、なんか男子がクロマティーのってよく言ってたの覚えてます、うん、あ、そう、小学生だったんでね、うん、私が小学生の頃でね、多分ね、クロマティーの前が誰だっけ、レオンだっけ、クロマティーの、はい、ああとレオンで、その後がモスビーで、私ちょっとバースって人知ってる、バースは阪神です。バースは阪神、阪神のね、チームが違ったね。49番っていうのはもうずっとそこから、今セドンが49番ですけど、今日先発した、はい、代々デーブ・ジョンソンが最初ですよ、はい、じゃあね、話が飛ぶな。小島さん、阪神で活躍したバース選手は現在アメリカで牧場を経営しています、はい、あ、そうなの、ね、上甲さんがそういう豆知識を、みんなすごい広いところで、第二の人生みたいのも面白いんですよ。あのプロ野球あの選手で戦力外通告になった男たちってよくやってるじゃないですか、うんうん、あれがね、最近プロ野球中継よりも視聴率がいいんですよ。そうなんだよね。そう、ドラマがあるもんな、ね、ドラマがあるんで、それは外国人選手に限らずでしょ。そうなんですよ。だから僕プロ野球中継の5分ぐらい前に ドラマの部分を見せたらもっと視聴率上がるんじゃないかな。なるほど、そう、短縮してラジオネームボーボーナンバーファイブさん、徳光さん、城部投手が経営しているうどん屋さんに行かれたことありますか？ ありますね。ある、うん、埼玉。もちろんありますよ。あれ、奥さんがね、ちゃんと四国までついてきたんですよね。そうですね。そうそうそう、徳島のね、阿南っていうところ出身でね、うん、で、うどん屋で修行して、一生懸命頑張って2年ぐらいで店持ったのかな。うん、あ、これはの抑えのエースでね、よかったよね、城部ね。いい男でね。その人は野球の時も、野球の時も打つ人だったんですか？ピッチャーさん。そうなんだ。今度はじゃあ、俺野球では投げる方だ。今度うどん打つ方、うどん打つ方、うまいことは僕が言いますから、そら言います、僕くださいよ、一番親父だったすごい喜んじゃったよ自分でやったー途中で分かりましたよ、ね、花輪さん行ったことあります？僕ないですね。行ってみたい、行ってみたいなと思ってんですけどね、埼玉県ですね、埼玉県、そうですね、上福岡、上福岡、あっちの方だよね、確かね。ラジオネーム、七色つみきさんから、皆さんが好きだった好きな助っ人外国人選手を語ってほしいです。僕が好きだったのはジャイアンツのシェーン・マック選手です、うん、マック選手はガムを噛む量が多く、うん、常にほっぺが膨らんでいたのを覚えています、小島さんが知っているプロ野球の助っ人選手がいたら教えてください。助っ人、うん、外国の人はみんな助っ人の人なんでしょ、うんうん、そうですね、うん、まあ生え抜きで韓国の選手とかはジャイアンツいましたけど、うんうん、チョソンミンだっけ、はいはいはい、生え抜きでしたよね、あの人ね、新人からジャイアンツから、ね、まあ、そうだ ね、 そうね、韓国でね、韓国で一人いましたもんね、そうそう、朝鮮民ね、なんか、うん、でもまあ基本はあの外国人でスケットはバースとクロマティアしてたんですもんね、うん、はい、でも最近の、うん、あののに出てくる一人なんか、うん、あの可愛いなと思う人もいます、うん、なんか、え、外国人選手で、うん、もう名前わかんないな、可愛いジャイアンツの選手、どういうピッチャー、色が黒い人で、うん、アンダーソン、うんと、いや、なんか、うん、ここでなんとかが出たみたいによく、なんか、さあ出た出たみたいに言われる人も。あ、じゃあ、抑えるリーフ、あ、その人、バレンティン、ヤクルト、バレンティン、はい、アジャコングに似たやつだよ、うん、かわいい、かわいいじゃない、全然かわいくないじゃん、ハルッとしてて、バレンティンかわいいんだ
ボコボコにしてるでしょ。奥さんボコボコにしてるんですか。可愛いわけないじゃないですか。そこはいいでしょ。荒くれ系の方なんですね。でも可愛いって言えば可愛いよね。そうなんだ。でもあれだよ、世界記録を破っちゃったんでしょ。そうそうね。あとはね、友達のお母さんと結婚した人。ペタジーニ。ペタジーニ。ペタジーニさん。知ってるんですね。そのエピソード知ってるんですね。それはずっと覚えてたから。ヤクルトの外国人、大体年上の姉さん女房好きなんですよ。ラミレスもそうですよね。あれ、なんか日本でなんか料理屋やってるんでしたけど、レストラン。そうなんですか。違いましたけど。本当？ペタジーニの奥さん？あ、現地でやってるのかな。なんか郷土料理みたいな。そうなの。キューバ料理だか分かんないけど。近くでな、塩投げたいな、俺。友達のお母さん。やられましたからね。ペタジーニがいなければ松井秀喜はもっとホームランを取れたんだ。そうだよね。徳光さん、いろんなその助っ人外国人の方ご覧になってと思いますけど、もうこの人がやっぱり一番、僕ね、マニアックなんだけどね、エンディ宮本っていう日系ジャイアンツハワイの選手がいたの。この選手とですね、ルーメイシーっていう台湾から来た選手がいて、これあのエンディ宮本もルーメイシーも共通点は最初の打席でホームラン打ったんですよ。ルーメイシーってあのロメイシーのロメイシーどうさんね。あの今監督やってますよね。そうです。台湾からね。うん、そうそうそう。なんか1年ぐらいしか活躍しない。いや、ものすごい打ちましたよね。なんだけど東京ホームのできたばっかりの時ぐらいに。まあちょっとほらあのなんていうのそのウィークポイントを見つけられちゃって、それでそれがダメになっちゃうんだけど。桑田さんに似てるって言われて。そう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 。ちょっと顔がなんか顔が近く近く奪ってるんですよね。ロメイシーって覚えてる。あサンチェ。サンチェね。はい。サンチェも気性が荒くて、やばいやな、野人だったよな、サンチェ。サンチェって、子供に桑田って名前つけたんですよね。桑田が好きで、ファーストネーム、桑田っていう名前。そうなの。じゃあ、サンチェ桑田って言うんだね。すごい。桑田サンチェかなんか分かんないですけど。来るといろんなことして、いや、こういうの知ってる。サンチェとさ、仲良かった演歌歌手がいるっていうの。え、そうなんですか。大月みやこ。絶対知らないでしょ。全然知らないだろ。なんか気象がしちゃったのか。大月ヤホとサンチェはね、英語で喋ってたんだよ。大月さんってバイリンガル演歌歌手だから。そうなんですか。ナイツの二人がですね、これはちょっとテレビのお仕事でね、どうしても時間にこう制限があるので、なんかちょっととっておきの雑学を、なんかとっておきの雑学っていうか、あのさっき言ったシェーンマック、ある番組で松井秀喜が男性の一番大きあそこが大きいの誰だって言った時にシェーンマークだって言って、みんな最後の雑学ビッグマックって呼んでましたけど、やがましいよ。すいません。あのお知らせがあるということ。ですね、はい、明日日本放送にビバリーヒルズに出るんですよ。一回家帰ってまたここに来なきゃいけない。明日のね、10時30分、日本昼間からビッグマックの話してよ。ビッグマックの話するでしょうかね。ありがとうございました。よろしくお願いします。さん、ビッグマックじゃなくて、ちょっとそういう小話があるの知ってる？ちょっとなんですか？知りたいです。野球でさ、あの小島さんのようにね、初めてやっぱり野球見に行ったお嬢さんがいたわけですよ。そしたら一塁にベースがあるじゃない。一塁ベースは知ってますよね。知ってますよ、白いやつでしょ。白いやつ。白いやつ。四角いやつ。どうしてあそこにあのお布団があるのって言ったら、あれは一塁ベースって言うんだって。で、二塁のところに行って、あれは二塁ベースって。三塁のところに行って、あれは三塁ベースだって説明したら、でも三塁と二塁の間に人がいるでしょって、あの人のところにどうしてないのって言ったら、あそこはいいんだよ、ショートだからって話があるんですけどね。わかりますかね、これ。わかんないか、若い人は。ショートなのよ。とか、止まらないから、ショートステイ。ショートステイのね。お布団だよ。お布団はなくていいんですよ、ショートの場合。ショートの間なのよ。しかも、ショートって遊ぶって書きますからね、徳光さん。ね、そう、遊撃なんですってね、本当に。もう3秒ぐらいポカンとしてごめんなさい。申し訳ない。ナイツマンに役に立ったんだから。ありがとうございました。ありがとうございました。オールナイトニッポンゴールド、小島慶子とミッツマングローブのオールナイトニッポンゴールド。メッセージはメール、ファックス、ツイッター、そして LINE で受け止めます。メールアドレスは小島アットオールナイトニッポンドットコム。どうしたんですか。いや、もうちょっとナイツに喋ってもらえばよかった。ナイツ、ほんま早く帰ると思わなかった。大丈夫、十分盛り上がった。黙ってらよかったな。聞いてる人悪いね。全然そんな気ないからね。冒頭ないからね。もうそれで気満々でね、もう本当に。
うちのな花粉こんなもんだよな。でも、まあ、そうそうそう、うん、やったもん勝ちでね。家柄でもなんでもねえし、今度ぼやき出したからこの、本当にね、本当になんか法事の後みたいになって、ね、法事の後。エルミントさん20代の女性からです。こんばんは、毎週福岡より聞いています。ちなみに KK コンビの大ファンです。世代は違いますが、KK コンビ分かる？分かんない、分かんない。小島慶子じゃないんだよ。ないんだね。今私コンビだったっけって思っちゃった。KK コンビ。徳光さん、清原さんにもらったバットのエピソード教えてください。ああ、清原さんと桑田さんか。うん、あ、高校野球の時から見た。そう、確かに。言えるのね。同世代ぐらい？なのかしら。私72年生まれなんですけれども、ちょい下くらい、ちょっと下だな、小島さんのはな、うん、見てましたテレビで高校野球の時から。清原さんがバットもらった。これね、バット、僕は心筋梗塞で入院したんですよ。そうしましたらですね、まあ、清原がホームラン打ったんですけども、まあ、その間に、まあ、清原といろいろ交流があったりしましてね、はい、で彼がやっぱり結構落ち込んでる時に俺も好きなんで手紙書いたりなんかしました。そしたら清原がその1本のバットで3本のホームラン打ったわけで、ところがですね、1本目打った後2本目のホームラン打った時にひびが入って、3本目打った時に完全に割れちゃったわけで、割れてしまいますとバットって要するに割り箸になったりなんかするんですよ。じゃあ再利用されたバット再利用して、でリサイクルになるんですけどもね、それを本来は4係の人がそのまま持っていくんだけれども、清原がそれを持ってかないでくれと、それでそのバットにサインをして、うん、僕の病室に届けてくれたの。だからもう未だにうちにはもう清原のそのバットは宝物ですよね。そうですか。じゃあそれはひびが入ってもなおホームランが打てたとか、打てたっていう、うん、まあ、縁起物みたいな感じでですか。まあ、こちらとしましてはやっぱりそこまでね、思ってくれたっていうことがやっぱり嬉しいじゃないですか。まあ、一ジャイアンツ親父に対してね、そんなことを、つまり3本ホームラン打って捨てようとしたバットをわざわざそのじゃあ徳さんのためにっていうことでサインをしてくれて16号17号18号って書いてあるんですけど、ね、あ、うん、3本目ですもんね、うん、3本目、そのバットで3本打ったわけですよね。すごいですね。でこれはまあ僕の本当の宝物で、もう一つの宝物は、まあ、余計な話かもしれませんけども、いや話としましては非常に高価な話なんですが、はい、王さんって868本ホームラン打った生涯、はい、でこれは世界記録なんですよ、はい。で第2位がハンク・アーロンという人で、この人は755本しか打ってない、うん、755本よりも110何本も王さんの方が、ね、だから王さんがつまりメジャーのスタジオに行きますとみんなスタンディングオベーションで迎える、貞治王でうわーっと来るわけです、うん、でその王さんが868本のホームラン打ったその最後のホームラン打ったバット、私が所有してる。あ、周平君はご存知なかったんですか。知らないですよ、そんな、もう親戚も知らない。これはね、それってなんかもっとちゃんと叱るべき場所に寄贈した方がだからちゃんと俺はな、死んだ後はさ遺言で書こうと思ってんだけどさ、わかんないよ、そんな おばさん捨てちゃうかもしれないじゃん。心配捨てないよ、もうだって本当に、まあ、正直言うとね、本当にね、まさかその868本って最後のホームランを打ったバットだとは思わなかったわけですよ、王さんから届いた時は、で王さん自身にも後で聞いたら、王さんもっと打つつもりでいたんだけれども、あ、そうか、結果的にそれが最後のホームランになってしまったということで、だからそこでまあ価値が生まれてきたんですけども、はい、俺知らないから家でゴルフのスイングしたりとかする、ちょっと何やってるんですか。ちょっとそのグリップのところで青竹踏みみたいな、何やってるんですかそれ。それをだから王さんに言われて、はい、鑑定団っていう番組に乗ってったら、その鑑定団でそのバットを作った職人の人が来て、間違いなくこれ最後のバットだと、一気にだからあれですよ、鑑定団で500万円ぐらいついちゃった。やだ。それを一応ですから、私今金の箱に保管してですね、ちゃんと乾燥剤も入れて、でこれは野球博物館に、ま、要するに進呈するか、王さんの博物館ってのは九州にあるんですよ、だそっちのミュージアムの方に、まあ、僕ができれば保管と言いましたが、進呈したいなって後々ね、うん、思ってるんですけどね。先にやっとかないと、それ葬式代になるかもしれない。ちょっと霊柩車いいのにしようかとかなるかもしれない。でももし徳光さん亡くなった後だったら、しかも徳光和夫さんが踏んだっていうさ、ね、そのプレミアム、それはそんなやだよ、それ言わないでくれよ。もうこれ生か、いとこ同士でなんかもうバットの取り合いになっちゃう。そうよ、血で血を洗うさ、本当ね、
族親族の争いになっちゃって清原のバット王さんのバット殴り合ったりなんかしてるね。見るからな特にですけど、本当にね。じゃあですね、これはねなかなか深い質問ですよ、おじさま、はい、スワローズファンの方からいただいてます、うん、何故読売ジャイアンツはプロ野球の世界でこんなにも人気があって東京ドームにはお客様が入るのでしょうか。これはねちょっと語れば長くなるんですけどもね、じゃあ3分ぐらい3分ぐらい今年ねプロ野球80年なんですよ。ああそうなんですか、うん、で昭和9年に初めて日本でプロ野球ができるわけで、それが東京野球クラブっていうジャイアンツの前身なわけですよ、はい、でもう東京に根付いた野球チームっていうのはジャイアンツ、それが昭和11年3年後にリーグができて、うん、まあ、今阪神の前身であるとか中日の前身であるとか、うん、でこれで試合が始まるわけでありますね、うん、でだからプロ野球っていうのはそんなにそれの時代は大した人気はなくて、むしろ六大学野球の方が人気があったわけですけれども、ところがその戦後になりまして昭和33年にですね、はい、長嶋茂雄さんがジャイアンツに入って、でまあその以前にあれだな、やっぱりその復員して戦争に行った選手たちが帰ってきたり、で戦争にで残念ながらやっぱりその放火の中でですね、命を落とした若い選手たちも結構いたりしまして、うん、はい、まあ、それが戦後ちょっとドラマとして語られて、うん、そういう中にもう本当に野球の神様が授けてくれたんではないかなと思う人物が長嶋茂雄であり王貞治、うんうん、この二人がやっぱりジャイアンツに入ったってことが大きい、うん、で本来長嶋さんは中日に行く予定、南海ホークスに行く予定だったんですけども、お父さんがどうしてもお前ジャイアンツに行けってことでジャイアンツに行く、で翌年に王さんが入ってくる、33年長嶋さん、34年に王さんが入って、これで ON が出て、で34年になんとこれは天皇陛下、つまりあの昭和天皇ですね、昭和天皇が天覧試合っていうのを試合をご覧になりまして、で残りあと3分、つまり天皇陛下、陛下がお帰りにならなければならないって時間まで3分しかなかった、うん、その最終回に劇的に長嶋茂雄さんがサヨナラホームランです、うん、でこの3分間の時に長嶋茂雄は何を思ったかっていうと、ホームランだけを狙おうというふうに思ったわけですよ、うん、で相手投手は村山投手、うん、でおそらく外角を攻めてくるだろうと、うん、外側ね、はい、外側を攻めてくるだろうと、案の定外側を攻めてきて4球攻めてきて、で5球目に必ず1球アウト、あのインコース、うん、内寄りのボールが来ると、それを叩こうと思って内寄りのボールが5球目で来た時に、それを大根切りのようにですね、バットを振ったら一戦して、それがレフトスタンドに入って、それが要するに天覧ホームラン入ったと同時に陛下がお帰りになると、わ、こんな劇的なドラマがあった、うん、だこういったようなことが全部、まあ、野球中継をやっておりましたので、ジャイアンツの中継しかやってなかったんで、うん、それゆえにですね、つまり全国にジャイアンツはなっていくわけですよね。でドラマもあったし、野球中継をジャイアンツがなんか日本テレビがジャイアンツジャイアンツ、日本放送もジャイアンツジャイアンツって放送するがゆえにですね、全国区になったんじゃないかなと思うんですけども、そんなことでよろしくございますか。いやもう佐賀県のラジオネーム、うん、春田さんも、徳光さん大変ためになる話です、うん、喋りすぎです。やっぱりそうだな、申し訳ない。なんて人さんがさん？ハルターさん。ハルターさん。ハルターさん申し訳ない。思い出がね強いだけにね。今徳光さんのマネージャーさんあそこで寝てましたからね。ちゃんと見てましたよ。ちょっとあちらの方ですか。すごいでしょ。海坊主のスケットみたいな。本当にスケットみたいな。してね本当に。大きな方が。大きな。ひねむりされてましたか。あのお父さん、義理のお父さん、江藤さんっていうね、野球選手、あ、そうなん、うん、あ、そうなんです。セパ両リーグで首位打者を取ったっていう、唯一の選手なんですけど、そうなんですかね、体格本当野球選手みたいなね、でもじゃないと思いますね本人、よし食いすぎだと思います、食いすぎどうですか小島さん、私今日は随分物知りになりました。なんかこう新たな疑問が湧き出てきたとか、ええ、いや、そんなにそんなに歴史があってたくさんの人に愛されてスターもいっぱい出たのに、うん、なんで今は昔ほど野球の人気がなくなっちゃったのかなっていうのが、いやこれが残念ですね。なんでなんですか、何が理由だったんですか、今だってすごい人いっぱいいるのに。そうなんですよね、うん、やっぱりレジャーが多様化したってもう本当に月並みなもう答えしか返ってこないんで言えないんだけども、やっぱりそれはサッカーも面白くなったし、あのサッカーがどんどん出てきましたよね。で長嶋さんはやっぱり本当にあの監督時代にサッカーが J リーグができた時にこれが一番の脅威だ
っていうことで。おっしゃったんですか。うん。で、やっぱりもうファンあってのプロ野球だから、なんとかやっぱりファンに喜んでもらいたい野球をしなければいけない。それにはやっぱり一つ一つのプレーに真摯で取り組むっていう、それは受け継がれてるんですよね、原さんにもね。ところがね、やっぱり若い人たちのほら、例えば車離れとかさ、はい、社会現象がそうでしょ。変な話ですが、世界情勢だって、本来は日本でアベノミクスで経済やっていきたいって言うんだけどさ、こんなにウクライナだ、いろんな国がこう内戦みたいな、こう、ね、状況になってくると、世界情勢そのまま変わってきちゃったから、だからやっぱりその野球だなんだっていう一点に集中できなくなってきた、そこまで行く。行くよ、そこまで。でも、経済がそうだもん、大体。でもキー局というか地上波がやっぱ中継をやめちゃったのって、要はまあ視聴率が落ちたからなんだけど、視聴率が落ちたからってやっぱ中継やめちゃうと、今度本当の野球ファンもやっぱそこに連続したドラマを見れなくなっちゃうから、より離れちゃうっていう、まあもちろんその CS だとかいろいろあるけども、ね、さっき徳光さんがおっしゃったみたいに、本当にテレビの良さっていうか、テレビじゃないとできないこととっていうのがね、野球中継では本当に本当に発揮できるのに、そうなんだよね。ね、とおっしゃる通りね。まあラジオのね、実況は今も愛されてますけど。延長もしないのね。日テレさん。だからまあ僕なんかはもう野球ファンですから、 BS とかね、 CS で見ておりますし、まあそういった人たちはですから、 BS っていうのは視聴率ってやつに接触率って言うんだけれども、言うでしょ、はい、でも接触率から視聴率になりつつある野球中継に関しましては、あ、実際そのくらい BS では野球が見られてると思いますね。じゃあ見てる人が減ったっていうよりも、見てる人の、が把握しにくくなってきたってことなんですね。本当のコアなファンはそこまで見んのよ、でももっと日常の中にあったの、野球中継って普通についてたのよ。そうだよね、なんか夜の今では野球がついてるっていう風景、なんか勉強してると、今からやー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 っていうのがさ、聞こえてくるっていう、その中で宿題をするみたいな、そうだよね、そういうのがやっぱり日常の風景としてなくなっちゃったっていうのも、だからね、やっぱりラジオは僕偉いなと思うんですけど、ラジオはいまだにあれでしょ、やっぱり試合開始から最後まで中継するじゃないですか。そうです、そうです、はい、テレビはあんなに野球に世話になっていながらだよ、野球のおかげでテレビある、そういった時代があったわけじゃないですか、少なくとも十数年間は。にもかかわらずですね、視聴率ってさ、なんか勉強のできるやつばっかりがテレビに入ってきてね、数字のことばっかり言って、あいつらほら数字しか当てにならないわけだからね、だからそういったようなことばっかり言って、それでつまり今ここでコマーシャルのちょっと前に前後のあらすじみたいなものをちょっと載せようとかさ、はい、つまりもうそういったことばっかり考えてやってるやつがテレビ局に入ってきちゃったんで、それがやっぱり野球をダメにしましたね。僕は本当に残念でならないですね。アメリカは大したもんだなと思います。アメリカのだってメジャーリーグってあんなにさ、選手の収入がいいのはなぜなんだろうと思ったら、やっぱりいろんな地方局やなんか支えてるわけですよ。まあまあテレビ批判しない方がいいって、息子や甥っ子のことを縁故で入れちゃったんだから。ちょっと、ね、一族でお世話になってるんですから。お前は縁故じゃ、お前さんちゃんと力を出してるもんですよ、本当にね。でもね、息子も本当にね、よかったよ、本当に。よかったんじゃないですか。ありがとうじゃないですか。縁故で入れなくて。あ、入れなくてね。縁故で入れたな、いろいろ本当は他の司会者みたいなことになっちゃう。やめなさい、本当にもう。徳光和夫さんはね、お顔は柔和なんですけどね、結構黒い方ですよね、割とこう、ね、まあ、辛口な、ね、そうね、小島さんほど辛口じゃないよ、小島さんの辛口は本物だよね。そんなことないですよ、私一回も徳光和夫さんの悪口は言ったことないですよ。さっきそこで寝てるとか話聞いてないとか言ったぐらいですけど、ご本人の前で言ってますから悪口じゃないですよ。俺に対してじゃなくて世間に対して。全然言ってないですよ、私それ顔がつきや、そういう顔つきな、絶好鋭いよ本当に、それは鋭い、顔が鋭い、言うことも絶望鋭いよな。全然私なんかさ、あいつ人の悪口ばっかり言ってるとかね、勝手なイメージで言いやがって、なんかそう言ってる前の方が私の悪口言ってんだっていうね。誰言われたのよ。なんかすぐそういう人いるわけ、あの人の悪口ばっかり言う人でしょって言ってるお前が今悪口言ってんじゃん。誰だよそんなこと言うのは。ねえ、いやよね、それは頭悪いね、そういう見方しかできないってのは頭悪い ね、そういうこと言ったら誰か後で聞きますけどもね、ちゃんと言ってもらわないとね、絶対誰かいるんだろうね。正面と面正面切って言いますよ、説明は。俺だって残り人生少ないんだから、何言っても OK だから。いいな、私も徳光さんみたいな自由な心境になりたいな。宮崎県の37の HK さんです。こんばんは。徳光さんの一つ一つのご説明やコメント、野球を上辺だけしか知らない自分にとっては感動です。
野球をプレーだけではなく世界観まで語ってくださるなんて博士と呼ばせてください。こんな下ネタなしでためになる放送久しぶりですね。ためになっちゃったんだ。ちょっとなんかバカにされてるような感じもする。いやそんなことないですよ。本当にね、本当にね、博士だって。博士ですか。徳さんへ。競馬語らせばもっと語りますよ。今日違います。神奈川県藤沢の方、58歳の方、桜間さんから。桜ママさん、周平さんと並んでのお仕事はどうですか。いやもうね、まあたまに並びますから、ね、そうだね。テレビでもねよくあの泉ピン子さん相田さんってやってることもあるんですけども、周平君は本当にあの心根の優しい子でね、この子はね、はい、あの死んだばあさんが、ええ、あのまあ、あのお嫁さんの方のね、お母さんの方のお母さん生きてんだろ、まあ、生きてみる、ね、うちの親はね亡くなったもんですから、この親に対してましても本当にうちのばあさんが周平が好きで好きでね、年寄り受けがいいのよ昔から。私、うん、だってさっきもすごくたくさんこう、うん、おばあちゃんにねお小遣いをあげてって言ってましたもん。そうだよね。だから、うん、亡くなったおばあちゃんにも結構あげてたのか。あの頃はまだ、ね、まだね、全員あれだったからね。そう、でもあれだね、でもコンパクト買ってきた、ね、コンパクト買ってきたの、ディオールのコンパクトをね、92のね、ばあちゃんに買ってきてね、おばあちゃんと大切にしてたんだよね。おばあちゃん途中から、おや周平お前なんか様子が変わったねとかって、そういうのはなかったんですか。お山かいって言われたことある。あんたの住む道はお山なのかいっていう、ね、言ったのか。言った、ばあさん。そう、最近のお山はおかっぱの赤いカツラをかぶるんだね。そうそう言ってた。そうそう。そうか。ギリギリそうだね。知ってから行きましたね。え、じゃあ周平くんから見た、和夫おじちゃんっていうのは、そのまあね、アナウンサー徳光さんって部分をじゃなくて、その和夫おじちゃんってどういうおじちゃんなんですか。唯一の思い出が大磯ロングビーチに行かなかった、なんかみんなで。あ、行ったな、うん、よく行ったよ大磯ロングビーチは。いや私1回しか行ってない。多分お前できたばっかりぐらいの頃、これ私幼稚園ぐらいかなんかで、なんかで顔をつけて泳ぐのが私できなかったんだけど、そう、自分の父親の前ではダダこねるんだけど、おじさんの前でやったらなんかあのうちの親が恥かくんじゃないかと思って、すごい我慢して息継ぎなしでやって、で褒められたっていうのは覚えてる。お前は根性のある男の子だな。俺忘れす、あの 今言われて思い出したけど、それ言ったよな、うん、根性があるって言ったね、周平は根性があるなって。おじさんに褒められたのがよっぽど嬉しかったんですね、うん、覚えてるってことはね、褒められたかったんだね、カズおじちゃんに認められた、うん、あと春スキーに行きましたね。あ、行った ね、うん、あのそうだね、次郎たちとね、あと美濃さんの一家と、うん、あそうだな、美濃ちゃんのな、すごい、すごいですね、美濃さんの一家よ、一家。そうよ、うん、味わい深い、味わい深いでしょ。はい、はい、そうだね、だんだん思い出してくるね、そうやってみると ね、 う、 ね、うちのかみさんもね、周平のことはもう絶賛すんだよね。あ、そうですか、うん、あの、うん、心根が優しいとか、うん、っていうかね、まあ、頭がいいとかね、話が面白いって、昔からやっぱりあの子は優しかったとか、そんなこと言ってんの、言ってんだよ。ただちょっと周平くん愛されてる、ま、うん、ね、だちょっとね、でラメール行かなきゃ、ちょラメールってこちらの事務所ね。あ、そうなのね、ランジェリーショップじゃないんだ。そんな名前なの、ちょっとね、ちょっとそれっぽい。オフィスラメールっていう、海って意味よ、海っていう、そう、一応ね、そうなんだからね。じゃあお別れなんですって。ああ、お別れじゃ、うん、お別れって書いてあるのこれ、あ、お知らせだって、お知らせ、お別れじゃなかった、お知らせ、お知らせ、日本放送では今週土曜日、毎週土曜日朝5時から8時まで、徳光和夫徳森火曜サタデーを絶賛放送中でございます。で今週はですね、フォーク界のレジェンド松山千春さんが、あら、ね、うん、登場されるということで、徳森レジェンドスペシャル、美しい、うん、あ、美味しいメロンのプレゼントもありますという、いいですね、天下無敵フォーク界のレジェンド松山千春さんがスポーツ芸能音楽、うん、各界のレジェンドを語る、歌謡界のレジェンド美空ひばりさん、北島三郎さんの音楽特集、そしてスポーツ界のレジェンド長嶋茂雄、王貞治、ジャイアント馬場などの感動ストーリーまで、レジェンドを大特集という、あ、今週のスペシャル、ね、今週そうですね、土曜日はね、そうなんだ、千春さんがね、千春さんが偉そうなこと言うんだよね、きっとね。
うん、それそうでしょうね、うん、偉い方ですけどね。あの人あれだもんね、年上の人でみんな呼び捨てたもんね。あ、そうなんですか、うん、あ、森井月とか言ってますもん ね、 なんかね。そうでしょ、うん、拓郎とか言うでしょ、うん、吉田拓郎さんの上だよね、年はね。全然そうでしょうね、うん、まだ還暦になったのかな、千春さんは。うん、でもね、樋口久子さんっていうプロゴルファーで、いるでしょ。茶子よなんてますからね。ね、オープンマインドな方なんですね。どういう話ぶりになるか、ちょっと楽しみですね。ねあれはね、朝5時から、土曜日の朝5時から、8時まで3時間生放送、72歳がやってるんですか。72歳なんですか、徳光さん。俺73歳。3かも。ついこの間3だったんだよ。そっか、おめでとうございます。そうだそうだ。お見かけする感じがお若いので、ちょっとびっくりしちゃった。そう、私ちょうどロケをね、東武動物公園でしてたら、キリンの飼育係の人に、今日徳光さんの誕生日ですって教えてもらった。あら、やだ。そう、あ、今日？じゃあその3月10日に。ちなみに朝8時に放送が終わった後は何をされてるんですか。ちょっとその食事に行って、1時間半ぐらいちょっと新聞を検討しましてですね、はい、紙質のいい競馬新聞を検討して、はい、で1レースからお金のある時はちょいと参加しようかと。今度だからね、競馬の雑学専門の人とか、ね、競艇の雑学専門の人とか、ね、冷静になれなくなるから ね、 これはね。小島さん行こうよ、一度競馬とか競艇とか。行きたいです、私。行ったことないです。競艇はなんかテレビで、すっごいなんか選手が怒鳴られてるところを見て、なんてすごいワイルドな世界だって思った。なんかお客さんにね、わーとか怒鳴られてて、ね、でもすごい、あ、生で見たことないから。まさか俺じゃないだろうね、多分ね。怒鳴ってるらしいのよね、よくなんか名前をね、なんかこう小島みたいに、こうなんかお客さんがバーとか怒鳴ってて、選手の人が船の上に立って、申し訳ありませんでしたって、そこだけ見ちゃったもん。身もはばかれるほど汚いね。ええ、バリ雑言を浴びせるらしいわよ。小島、てめえ俺に言ったとおり走らなかったろ、てめえ泳いで帰れとか言ってる感じですね。確かに柄悪い徳光さんっていうのが見られる。あれだよ、小島さん、協定は男女一緒なんだよ。ああ、そうなんですか、同じレースに出られる。女性の選手もいらっしゃるよ、ね、百数十人いて、で彼女たちは男子の選手と全く一緒、あ、かっこいいね、ハンディキャップなしでやる、そうなんですね、だってすっごい強い方はものすごくこう賞金もいっぱいっていう。そうですね、まあ、なんかニューヨーク近くね、稼ぐ人いますからね。ほぼ男としての教育を競艇学校とかで受けるんだよ、女の選手で。そうなの、なんかベルバラみたいな。そうそう、ベルバラか。ねえ、お前は男としてみたいな。そうだね、馬のことも知りたいし、勘が鋭そうだから、すごい当てそうじゃないか。私、競艇やるべき、競艇でも競馬でも、競艇競馬やるべき。なんかそのすごいビギナーズラックを持ってそうな気がする。本当、私全然その、感じるね、そういうもの、やったことないから分からないな。ちょっと行ってきてよ、なんか本当、じゃあお寿司とか連れてってよ。安倍さんじゃないんだからわざわざお寿司食べに来たんでしょ、アメリカからね。今まで食べたお寿司で一番美味しかったって当たり前だろって思うんだな。これ2番目だったら大変だろ、本当に。ね、この近所大変でしたけど、今日ね、ヘリいっぱい飛んで。日本一うまい寿司屋でもないよな、あそこな。ちょっとだけど、まあ、なんか、すき家橋のなんか ね、そうですね、某。そうなんね、そうですね。食べたことないから、食べてみたいね。そうね、連れてって、おじさん、まだ。もっといいとこ連れてくよ。今日はね、いつもだったら眠くなってる時間なのに、生放送で、そうですね、いろんなお話を。嬉しいよね、野球のこと語れるってのはね。よかった。なかなかこんなにね、みんな聞く体制で語れる場所もなくなってきたでしょ。そうなんだよね、もう一人で壁に向かって喋ってるような人生だもんね、今ね。そんな子供も独立して、奥さんなんて鼻から聞く気ないんだから。いや、そう。もう孫娘も買い物だけだもんね。一緒に行くのは。一時買ってもう孫娘も相当大きいからね、もう。まあ、今日は大学生だからね。あれですよ、なんか徳光家の普通の親戚の会合を横から聞いてるみたいな。ね、隣のテーブル見たら徳光家がなんか集まってたっていう、こう聞き耳立ててるみたいな。うまいこと言うね。生々しい、めったにない感じ。なんかそう変な感じはありますね。はい、楽しかったです。徳光さん、ぜひまたいらしてください。本当にいいんですか。はい。で、競馬とかさ、競艇とか私知らないから、また雑学専門の方で、ね。そういうことよりもね、また。はい、
ためになるお話を演歌のくらいでも語らせていただきたい。演歌もいいですね。いろいろね。最後に豆知識として野球っていう言葉、はい、ベースボールを野球に訳したのは中馬かなえさんっていう人なんですけどね、はい、これはあの府立第一高等学校のキャッチャーやってた人なんですよ、はい、でこの人が要するに野球ってベースボールを野球って訳す、うん、正岡式ってよく言われるんだけどね、正岡式ではなくて中馬さんっていう方が野球っていう日本語を作ったということ、うん、なんとなくちょっと片隅に入れといてください。はい、わかりました。ね、バッチリ締めてね。リスナーの半分寝ちゃったかもしれない。そうかな。起きてるみんな。徳光和夫さんでした。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。どうも楽しいよ。どうも。小島慶子と。ミッツマングローブのオールナイトニッポンゴールド、月光仮面のおじさんのように帰っていったね。そう、さーっと、さーっと ね、素敵なご親戚関係だわ。わかんないじゃない、こんな薄暗いところで 1,2 時間見ただけじゃ、いろいろあるのよ親戚って ね、 どこも親戚もね。でもうちは良好な方だと思いますよ、うんうん、ね、周りがネタにできるぐらい、うん、切るってことは、うん、まだ大丈夫ってことでしょ、うん、そうよ。何変な感じになってる、ここなんか。なんか ね、 ね、本当に険悪だとネタにもできなくなってくるもんなんでしょ。 そ、 う、ね、それはそうじゃない。そうだよね、うん、若鷹みたいになっちゃうんでしょ。ちょっとそうでしょ。そうだよね。それ今なんてなの。ちょっと埼玉県のげんこつおやじさんから、はい、小島さん今日はセンター前ヒットを覚えただけでもすごく収穫があったと思いますよ。はい、クロマティとセンター前ヒット二度と忘れないでくださいね。はい、ぼんやりしてることに気がつかれてセンター前ヒットで点を入れられちゃった。クロマティね。でしょ、クロマティ。そうでね、それで今牧場やってるんでしょ、うん、それはバースあそこ混ざった。そこも混ざってた。クロマティはいろいろとやって最後なぜかバグロモン出したっていうあ、そう、衝撃の衝撃だったんですよ。そう、ね、ラジオネーム岩手県のお茶コーヒーさん、うん、徳光さんと三津さんの声を聞いていたらやっぱり血がつながっているだけあって似ているなと、そうなのかな、思ったわけでございますよ。って似てる。あー、でも似てなくもないのかな、思ったわけでありますけれども。でもね、父親と私は似てる、うんうんですよ、声が、うん、で父親とあの和夫さんはそっくりなんですよ。あ、じゃあやっぱり同じ系列にね。多分同じなんだと思う。いとこもうちの弟も、うん、多分ボソボソ喋ればこういう声で、ただ間違えられるとうちのおじさんだけは、うん、あの間違えないでください、僕はこの声でお金が稼げるんですってよく言ってたらしいですよ。あ、でもね、間違い電話、周平君もそれね、プロになってるわけですからね、声というか、まあ、あ、歌うまいの、あの和夫おじさんは。なんか昔夜も引っ張れとかに出てるの見たことあるけど、普通だったかな。美声の家系なんだね。うまかはなかったと思うけど、はい、ラジオネーム餃子デカさん、こんばんは。野球の話も興味深かったですが、どちらかというと今日は徳光家特集だったように感じました、うん、徳光家の内情や周平少年、自分の名前間違えちゃった、周平少年の幼い頃の話が楽しかったです。本当に、うん、そうよね。なんかでもあれだよね、こうあの徳光さんってこうスイッチが入ると目が大きくなるよね、うん、あ、そう、うん、前から見ててそうだった。正面に座ってたから、なんかあの目が線になってるんだけど、ほとんどの場合、うん、でもなんかここぞっていう時にうんちくを披露するときは、うん、ちゃんと黒目と白目が判別できる大きさにまでガッて開いてて、あ、本当、なんかやっぱり本気で語りたいときにはこう目がちゃんと生き生きするんだね、活目するんだ。そうなんだ。あ、もしかして東北放送を聞きの方が、ね、ね、また来週でございます。来週です。今日なんて中森明菜みたいな髪型だよね、私、うん、あ、ちょ、そうかも ね、昔の、うん、そうだね、ぐったりしてじゃないよ、うん、もう横向いちゃってたね、まあ、ね、私横向いて今あくびを噛み殺してるところです、ね、すっごい顔してたよ今、ごめん恐ろしいね、早起きだったからさ、楽屋入りした小柳ルミ子みたいな感じだったよ
怖い怖い本当に。もうなんかさ、もう化粧も崩れてきたし、朝早かったから眠くなっちゃった。そう、化粧がね、このくらいの時間はね、きついよね。私も今日朝からだから、うん、顔がもうなんか悲鳴を上げているわ。本当よ、ね、もう化粧落としたいわ、うん、ねえ。なんかね、曲をかけようと思うんですけど。あ、好きな曲かけて。投げやり、すごい、本当、頬杖つくと、ええ、素顔のままで出てたこのなきなちゃんみたい。あ、安田なるみに、なんか、ええ、そう。あの、米米の。そうそう、例えばのやつ。そうだ、そうそう、懐かしい。あきなちゃん。あきなちゃん。素敵じゃない。かんな。そう。ね、うん、私も、ナウなバンドを、最近し、しどろもどろで知ったのよ。何、うん。でね、うん、あんまりこう、最近の音楽って私、響かなかったんだけど。いや、本当、あんまり聞かないよね。そう。でもね、なんかこう映像を見たり音聞いたりいろいろして、なんか最近よく出てるんだよね。で、うん、なんかこう薄ら怖さがね、うん、ちゃんとあっていいなと思ったの。誰よ。なんかこう、こういうバンドとかこういう人たちをちゃんと、うん、あの思春期とかに見て育つといいなと思ったの、今の子供たちが、若者が。なんか昔ってほらテレビなんかって怖い人いっぱい出てたじゃない。まあ、分かる分かる、ちょっとね、相良直美さんとか千秋直美さんとかさ、いろいろさ、で なんか怖いなと思いながら見てるとか、うん、あの街でさ、ちんどん屋さん見るとさ、うん、ついていきたくならなかった、うん、あー、でも生では遭遇したことなかったかな。ない、うん、なんかさ、でもちょっとすごく惹かれるけど怖かったでしょ、ちんどん屋さんって白塗りでさ、うんうん、でこう楽しそうにこうやってるんだけど、まあ異様の感じがね、うん、でちょっともなんか森の中の方、うん、街角に消えていくみたいなさ、なんかそれをすごく感じて、うん、ああ、こういうバンドちゃんといるんだ、いいなと思ったんです。